$7 billion in American agricultural products. Japanese tariffs will now be significantly lower, eliminated entirely for U.S. beef, pork, wheat, cheese, corn, wine, and so much more. This is a huge victory for America's farmers, ranchers, and growers, and that's very important to me. Facebook でアピールするほどのアメリカ産牛肉の美味しさとは伝わりました。
食べられるということでもあります。いけるんであれば還元させていただきたいと。一方、日本国内の牛肉関連業者には今回の合意はどう受け止められたのでしょうか。うちら和牛でもトップクラスしか扱ってないから、飲食店やとかホテルさんやとか、まあ、影響のない人にしか卸してないというか、安い肉だったら国産買うやろうけど、かなりそれよりも、ね、関連さが安かったらそっちどうするっていうのは多少ある。国内の牛肉生産農家の反応は、まあ実際のこれからだと、まあでも今の国なんかがちょっと下がってきて、全体的に見ると厳しい。ここにいい話はいいな。これから先になっていくんじゃないか。日本の農業者も、あるいは工場関係者も、林業者と取り組む、これは大変素晴らしいニュースの結果に間違いなく政治を持つと感じています。勝手にこっちで変えてあげることもできんねんでっていう脅しをずっとしてたら、もう日本の車アメリカで売れんようにしたのかっていうことをずっとあるところを言ってきた。さらにこれをちらつかせつつ、な TPP があるやろ、 TPP あんたらは入ってるかもしれんけどわしらは入ってへん、入ってへんかったら他の国に当てるやろ、農産品の関税は絶対下げてな、関税上げるね、だからこっちの関税下げてなっていうような交渉だったんじゃないかっていうことを得てしまうんですね。どうしたかと言いますと、そこでじゃあ農産品に関しては TPP レベルに下げますよということで、ここに関しては5ままだろうで、自動車の関税は 2.5% のままということで言うと、やっぱりなんていうんですかね、ちょっとこう上げられはしなかったけれども、ね、このままだったらなんかちょっとこう弱いなっていう感じがしないですか。交渉としてはもうつまり TPP に入らずに TPP 並みの成果を引き出したんですよね。それはまさにアメリカの狙い通りで、2国間で脅した方が成果が取れると思って TPP に入らなくて、その通りじゃないですか。だから関税合戦になって、その影響で2018年の通年で、これ2018年の通年ですから、今年2019年どうなってるか、もっと下がってると思ってます。53% 減っちゃってるんです。アメリカとしては本来売るはずのものが売れなくなっちゃってるんですね。さらに日本に関しても輸入牛肉のシェアなんですが、僕アメリカ産が多いと思ったら、入ってないですね。 BPP ダメしちゃったんで、じゃあ 2.5 の牛肉絶対大丈夫ですか、牛肉があればですね、まあしょうがないこともないけど、これでも少ないかなって思いますけど、そうなんですよ。今回自動車に関しては 2.5% から下げてくれるのかって下げたわけでもない。ただこれ以上プラスで関税はかけないようにしてくれるよっていう、なんていうか温情を感じられている。確定系より継続交渉っていう形になってしまってるので、なんか台所事情アメリカの方で苦しいんだったら TPP と同水準まで結局下げてあげる必要があったのかなっていうのは疑問に思いました。自動車に関してはね、まさにトヨタの社長が、まあ、関係のコメントを出してましたけども、一番いいのは完全撤廃ですけども、2.5 ぐらいであれば、それ下げてしまって、また輸入が増えると、日本からのアメリカの輸出が増えると、新たな火種を抱えるんですね。だからそこはまあ、譲ってもいい線ではあった。
ちょっと1個前に戻してもらっていいですか。そうなんですよね、実際にですね、この 2.5 だけども、これ上げられちゃうよりはというところで、ここをどう評価するか。ただ上げますよという確認は文豪化されてないわけですよね。茂木さんが下の間の話し合いでこの言葉が出ましたので、そんなものは外交じゃないですよ。そして文章化して、こうしたから、この関税は上げないよねと。駆けつけた病院で目の当たりにしたのは、全身に打撲の跡がある痛々しい姿の娘。大津市で5月、散歩中の保育園児たちに車が突っ込み、園児2人の子供が事故に遭った保健所が厳罰が必要と感じるものの、刑罰が重くなっても事故がなくなるとは思えない。私はこれを車をもっと安全にして、そして何よりも一人一人ドライバーがもっともっとこの事故のことを忘れないで安全に運転するってことを思っていることだと思います。もちろん事故ではサポートしたい。今の被害者が歩いてる女子の様子を見れてます。やっぱり運転者は強いかなと思いますよね。
来月8日に車を運転していた新立文子被告の被告に質問が、この後もニュースを続けます。
長島容疑者と一緒にいた20代の男の行方も追っています。京都府警の警察官が容疑者に逮捕の予定日を漏らした事件で、見返りに現金を受け取ったとみられることが分かりました。京都府警東山署の巡査長池田大輔容疑者は、最近強盗事件への関与が疑われていた高橋俊幸容疑者に逮捕予定日をその当日に漏らした疑いが持たれています。情報を得た高橋容疑者が1週間遅れました。その後の警察への取材で池田容疑者が現金を受け取ったという趣旨の供述をしていることが分かりました。京都府警は昨日までに池田容疑者の自宅などを捜索していて、池田容疑者が情報を漏らす見返りに現金を受け取ったとみて裏付けを進めています。防災月間の今月、災害弱者といわれる子どもたちを津波から守るため認定こども園で、さらにもう一品用意してほしい料理があるそうで、お待たせいたしました。この後は芸能クイーン、強制性交罪に問われた元俳優、新井博文被告の第2回公判が開かれました。そこで流れた前代未聞の暴動動画。全国予選への頂点に立つ武漢マスターは一体誰だ？本日今夜8時。ご覧のアカデミー賞。
派遣型エステ店の女性従業員に乱暴したとして強制性交罪に問われた元俳優の新井博文ことパク・キョンベ被告の第2回公判が午後1時半から東京地裁で開かれました。被告人質問で新井被告は女性からの抵抗がなかったので合意の方が強いと思ったと証言。またちょっと気になる内容なんですけれども、簡単にして新井被告なんですが、2月1日、去年7月に自宅で派遣型エステ店の女性に乱暴したとして強制性交容疑で逮捕されています。しんなりとしたとは言わなかったんですが、起訴内の社長が呼び出す準備するのも確認されているんですが、はい、女性の方は仕事も辞めてますので、この米中の意味合いも含めて実は失敗されます、はい、で出ていたようですが、これは全部が拒否されています。はい、そして初公判が今月2日に開かれました。その際も新井被告側は暴力は一切なかった、合意があったと思うというふうに話す一方で、被害女性は抵抗したと全く話が食い違っているわけですね。そこで争点としましては、暴行があったのかなかったのか、そしてこの性行為に合意があったと誤信していたかどうか、合意があったと新井被告側が勘違い、誤って信じていたかどうかということが争点なんですね。初公判と同じく今日の被告人質問でも言っていることは前回と同じ、やはり抵抗選挙でございますね。はい、その今日の裁判、大変驚きの内容だなと私は思っています。新井被告自らが再現したビデオ、およそ2分半に及ぶものがその場で流れたということなんですけれども、石原弁護士、これよくあることなんでしょうか、どうなんでしょうか。いや、検察の側で見てる限り被害者側と被告人側の言ってることが大きく食い違ってるっていうことってないんですよ。そんなに殴られた、殴られてないとか、そういうものではないので、ただ争点として、じゃあその強制性交となると暴行または強化というのが必要になるので、そういう暴行と強化されるような腕を詰まったとか、そういうニュアンス的なものが伝わるのかというところで、弁護側もうあとビデオを流すとかそういう方法しかないんじゃないかと判断したんですが、小崎さん、どう思われますか。長いことスライバーにしてます、ね、はい、こんなものが流れるか聞いたことがない、どういう形でレイプされたか、そこで再現されてるわけですけど、こんなことよく裁判官、単独裁判官です。許可したら、だから、レイプの届け出が少なくなる、こういう形になるのを確認したいと言われるわけですよ。これはやっぱり裁判所のやることは大問題だと思うんですよ。一方で、弁護側は島田弁護士、もちろんですけれども、このビデオが有利に働くと思って流してたんですね。具体的に暴行と評価されるようなものがなかった。暴行っていうのは、私どもではなくて、その状況で女性の側が抵抗できないようなことも含まれるので、その状況を再現するっていう。それを再現できるので、ほら抵抗してないでしょ、というふうにやられる側ってどういうことか、どうかすれば。もし、新井被告、本業が俳優だからこういう手法を取ったという、その演技力だとか、そういうふうに影響されるものじゃないとは思うんですけれども、まあ、そういう結構思いついたというのは、選択肢の一つですねということですね。実際、言葉でも女性からの抵抗がなかったので、こういう方が強いと思ったと話しています。来月23日に休廷が行われ、12月2日に判決が。次です。結婚の嘱託の結果を話しました。ファンのこう英才教育といいますか、小さい頃からこう美味しいファンを食べさせてもらってたので、それはすごくありがたいというか、今のファン好きにつながってるかなと思います。大のファン好きとして知られる木南晴香さんが朝食の日記念 PR イベントにエプロン姿で登場。1日3食すべてファンを、おすすめの食パンの食べ方を教えてくれました。切り込みを入れて2回焼き、ボリューム重をかけて最後にバターをのせたら完成です。お味はいかがですか。サクサクです、おいしい。この塩はまた効いてますね。木南さんといえば去年俳優玉木宏さんと結婚したばかりですが、
結婚前に比べて生活面での変化っていうのはありますか？特に大きく変わったっていう感じはないんですけど、まあ一人で食べるよりは品数が増えたりとか、ちょっとボリュームのたくさんあるような料理が増えたりとかっていうのはあります。列は徐々に進んでいるんですけれども、ご覧のようにいくつかの便はすでに欠航が決まっています。なわけですね。皆さんうんざりした様子です。で、なぜ全員が保安検査の対象となったんでしょうか。国土交通省に取材をしました。で、危険物がですね、保安検査場をすり抜けてしまう今回のようなケースは全国の空港で年に数件ほどあるそうです。で、検査場を危険物が突き抜けてしまった場合、その対処の仕方というのは国交省が定める手順が決まっています。危険物を持ち込んだ人物がまずこのように保安検査場を通過してからも、保安検査場を通過した人全員が再検査の対象になってしまうと国交省は定めております。ですから今日のような事態になってしまったわけです。
今月12日、千葉県の特養老人ホームに入所していた82歳の女性が熱中症で死亡しました。台風による停電でエアコンが使えない中、施設側は幾度も自治体や国へ SOS を出していました。もちろんクーラーは動かない。なぜなら、まあ、そういったら動かないですね。動かないですね。動かないですね。というのが必要です。クーラーが使えるようになったのは、実験室の設置した13日以降でした。実は、施設側はのりこさんが熱中症の症状で倒れる2日前の9日に、君津市に対して、水や電源が足りないと状況を伝えていました。なぜ電源車をもっと早く取り入れるのか。言えば、そういうことではないけど、やっぱり施設の方も、まあ、今日、それだと今日を通電するよねっていう、まあ、イメージとかですね、この情報で、電話会社で、まあ、全国で使って、やり切れるよねっていう、まあ、イメージでは、やっぱり、なんか、理解でしょうか。浮かび上がってきた、東京電力の普及の見通しの甘さと、後手後手に回った自治体の対応。やっぱり災害が起きた時、どこに優先して電源車を回復したり、その先で作っておかないと、それとも時間をかけたことも間に合わない。県の山中で7歳の小倉美咲ちゃんの行方がわからなくなって今日で6日目です。今日の捜索はどんなような形で行われたんでしょうか。社会部森本さん。はい、今日も警察や自衛隊などの懸命な捜索が続けられてきましたが、美咲ちゃんの発見には至りませんでした。周辺は暗くなってきたこともあって、今日の捜索は30分前に終了しました。今日も午前6時から警察や自衛隊などおよそ260人体制で捜索が行われました。自衛隊などはこれまで捜索ができていなかった山の急斜面の岩や木の陰を調べるなど、捜索の範囲を少しずつ広げていました。また新しい試みとして村の防災無線を使って地元の住民に向けて自宅の倉庫を確認するよう呼びかけていました。これは美咲ちゃんが雨風や寒さをしのいだり、食べ物を求めたりして周辺の建物を目指す可能性があるからです。ただ6回目の捜索を終えた今日も発見につながる有力な情報は見つかっておらず、警察や自衛隊などは明日も午前6時から捜索を再開するということです。甲子園の強豪